こんにちは。玄関の前にバッタがいました。外、オートロックの外側、部屋のドアじゃなくて外にいたんですけど、今年初バッタ発見しましたね。バッタはちっちゃい時は捕まえてましたけど、今はちょっと触れません。まあ、ちっちゃいバッタ、これぐらいのバッタだったら今でもパッて捕まえれるかもしれないですけど、殿様バッタ級になるとね、昔からちょっと触れませんでしたね。なんでかっていうと、キリギリスもねダメだったんですけど、っていうか最近キリギリス見ないな、鳴き声もあんまり聞かないですけど、多分ね、キリギリス噛むから嫌なんだよね。友達がなんかキリギリスにガブって噛まれて、いてとかってたまに言ってて、あれがね、すごい嫌だったんですよ。僕ね、噛まれるのが嫌なんで、犬に噛まれるとか、まあみんな嫌かもしれないですけど、犬に噛まれたりとか、だからバッタもなんか嫌で、バッタとかって葉っぱとか、むしゃむしゃむしゃって食べるのが見えるじゃないですか。みるみる減ってくみたいな。バシュッバシュッバシュッってこう食べてるのが見えるから、なんか噛まれたら痛そうなイメージあるんですよね。だからちっちゃいのはいいんだけど、なんかこんなちっこいのとか。おお、びっくりした、びっくりした、そらしち。もうどっから来たの。おいでおいで、そらしち、おいで、俺、そらしち、おいで。今そらしちがスマホをかじってます。はい、おいでおいでおいで、見てます、こっちですよ。よしよし、今こっちに飛ぼうとしたら、あ、体映ってるから、そらきち、体で、体映ってるから、そらきち、これ、おいでおいで、足かかってるよ、おいで。やっと来た。ダメでしょ、ソラキチは別にかじられても甘噛みだからいいですけど。ダメ、ソラキチちょっと今日ダメだな。家に帰ってもらいましょう。おいで。はい。セキセイインコのソラキチ君はお家に帰ってもらいました。ですね。じゃあ、何の話してたか忘れたんで。今日の一風解説いきたいと思います。一風解説どうぞ。はい、一風解説です。ですね、じゃあやりますよ、一風解説。よーい、スタート。はい、右手と左手が左右対称の動きしてるとき、例えばこういう右こう行って左行ってこう同じ動きをね、右手と左手が繰り返してる。例えばこういう動きの時に、右手と左手が同じ動きになってるかをですね、チェックしてみてください。結構ね違います。特に多いのがアップストローク。右手は、右利きの人は右手器用だからね、アップストロークやる時にちょっとね左手と違う動きになることが多いんですよ。例えば右手だけこっからこういかないで、こっからこういって打ったりとか、ちょっとやりづらいですね。無意識のうちに多分やってる人はやってると思うんですけど、チェックした方がいいかなと思いました。昨日のレッスンにて。ありがとうございました。はい、1分間レッスンでしたね。それでですね、今日はですね、リズムの話なんですけど、レッスンでですね、たまに見かけるというか見る、あ、同じか、例えばですね、1,2,3,4ってあって16分裏
タッタン、タッ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 ジャーンとか、16分裏が、こうなんつうの、強調されるっていうか、ワン、ツー、スリー、フォー、ダンス、ダン、ドン、ドン、タタダン、ダンとか、そういう感じのリズムがね、全くわかんないっていう人がね、いるんですよ、たまに。簡単に言うと、リズム音痴みたいな感じなんですけど、それで、まあ、あの16分裏はやっぱり難しいので、あのリズム音痴っていうほどじゃなくても少し練習してね、練習すれば16分裏のリズム取れるようになるんですけど、あの16分裏のリズムがよく分かんなくて、でも例えばフィルで、じゃあ次このフィルやってみましょうって言ってやるじゃないですか、曲の中にあって、それでその生徒さんすごい練習してできるんだけど気持ちよくないと、あとね、自分が合ってんのか間違ってるのか分かんないってこう訴えるわけですよ。そうするとですね、じゃあ裏取れてるかなって言ってやるとね、全く分かんない感じなんですよ。それでさらに言うと8分裏もからっきしなことが多くてですね、例えば、まあ、これメトロノーム、今これ100で、例えばこれで裏これ叩いたりとか、まあ、スティックじゃなくても手で打ってる、っていうのもできない。で、下手すると表も怪しいっていう感じになってくると、あのフィルとかやったりとかしてもはっきり意味ないんですよね。ただ僕が口で言ってるフィルをドラムで機械的になんとなく似てるような感じで叩いてるだけで、それだとね、根本的な解決になってないので、そういう人はですね、あのすごい簡単な譜面から練習してですね、少し裏の入ってる譜面とかってこう徐々にこうレベル上げてって、それで練習してもらうとだいぶ良くなるんですけど、皆さんもですね、ちょっとたまにですねチェックしてみるといいかなと思いまして、その何ていうの、低減って言ったら変だけど、あと16分音符もそうなんだけど、当然3連もそう、3連もねすごく苦手な人が多くて、3連の曲とかやってフィルとか教えても自分がそのフィルがうまく叩けてるのかなっていうのがね、分かってない人がね結構いるんですよ。先生に言われたからやって、先生あできてるねって言ったからできてるのかもしれないけど、本人は納得して叩いてないっていうこともあるので、それだとね、あのいけないから。でね、やっぱ直すのはね、誰かに分かる人に見てもらったりとか聞いてもらったりするのも大事だし、まあ、あと譜面を理解したりとかっていうのも大事なんですけど、まあ、あと譜面を読む練習。ドラムはリズム楽器なんで、難しいフィルとかを人の真似して叩いてすごいだろうってなってもしょうがないんですよね。その根本的なリズムがちゃんと自分で取れてないと。ただそのリズムが苦手な人とかも練習、簡単なすごいシンプルなやつから練習するとね、治ってくるんですよ、ちゃんと。よくあの歌とかの音痴、歌を歌う音痴の人とかいますけど、そういう人はね、どうやって直せばいいか僕分かんないですね。ボーカルじゃないし、先生じゃないから。でもね、治るみたいですよ、ちゃんとやっていけば。あの一応ね、なんかチェック、まず8分裏がちゃんと取れるのか、まあ、これスティックいらないし、こうやってまずできるか、まあ、口でもいいや、ダッ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 で、裏でやるときにたまにあの表を取りながらやる人いますけど、裏だけ取ってみる。これだと表打って裏打ってみたいな、表はあの感じて裏だけ打つ練習。それと16分裏、歌ってタッ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 ワン、ツー、スリー、フォー、タッ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 タン、これも手でテンポによってあのスティックで振るのが難しかったりしますから、これは道具で
もともと持ってるのはここに入ってるわけじゃないですか。そして自分がうまく一番うまく使えるのは腕だから、生まれてずっと使ってるから、これは一つの道具として、これはまた使い方は後で覚えたものだから、まずはこう口で言ったりとか手で叩いたりとかっていうのができるかどうかっていうのが結構大事なんですよね。あと3連もそうですね。3連はね、まずそもそも3連が取れない人が結構多いので、別に手叩かなくても、なんか机の上で指だけでもタッ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 で、できるようになったら裏とかも取れるようになるとさらにいいかなみたいな。3連の裏だ、うったうったうった、3連の3個目、そんな感じででしてね、リズム音痴って言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、自分がね納得したりとか、こう気持ちよく叩けたりとかしてないと、なんちゅうんでしょうね、ただ体を動かせるだけになっちゃうんで、そのなんか順番に叩く場所が決まってて、順番にこうそこの場所を叩いてるっていうのだと、あのちょっともったいないですよ、変ですけど、音楽的じゃないし、やっぱ演奏じゃないですよね、それだって。まあ演奏っちゃ演奏なのかもしれないですけど、根本的なね、あのリズム感を、そんなね、あのぴったり全くずれないようにやるとかそういうんじゃなくて、あの大まかに取れる、ちゃんと自分で分かって取る、あちょっと走ってるなとか、あちょっともたってるなとか、だんだん分かってきますから、やってるうちにそれぐらい分かってくるともう OK かなって。もうは早いのか遅いのかも分からない人とかもいらっしゃいますので、少しずつね、簡単なやつからリズムをですね、直していく、そしてあの楽しくドラムを叩けるようになっていければいいのかなと思いました。はい、ありがとうございました。